幸運の黒子海の海座。どうして、俺は幸運なんだろう病院の門を出ると、こらえこらえた鬱憤をアスファルトの路面に叩きつけた月田半辺だった。院長は、なあに大丈夫ですよ、こんな病気なら、注射の五十本もやれば、増作なく治りますよ。ただし、五十本が一本かけてもダメですよ、それをお忘れのないようにと言った。一回三円として、百五十円の金がいるわけだ。ああ これがたった一度の代償なんだたたった一度というのは少し説明を要するが、このハンペンはんは元来、低層剣固の男だったのを友人たちが引っ張り出して、とう名物の四小屈玉の家へ連れて行ったのだった。これは友人にも多少の悪巧みはあったにしても、主たる動機ははんという男が崔君に死別してから、丸二年この方、空気を低粛に守り続けているのを見ちゃいられなかったせいだった。そしてハンペンはあくまでも 防災へののをるるつもりだったのである彼のエネルギッシュな相方の理解を得ることができず、ついに暴力をもって征服されちまったのである。そして、数日後に、ハンペンは、身体の一部に異常を発見したのだった。彼にとって、それは、踏んだり蹴ったりの不運だった。いや、それよりも差し当たり大問題なのは、あと49回の治療代をどうしてひねり出すべきかということだった。これが五年前なら、五千円の貯金があった。 その年の暮れ、3000円というものを、ひって新妻を持った。その細君は、さらに、次の年に慢性病になり、天地療養をすることになって、残額の2000円はバタバタとなくなってしまった。そして、貯金通帳から、最後の50銭までがきれいに払い出されると、間もなく、細君の寿命も、天国に回収されてしまった。彼は、全く無一文になったのだった。49回の注射をやらなければ、この身がだんだん腐っていく。 こうなると、半んは泣いてばかりもいられなかった。三日三晩考え抜いた挙句、やっとの思いで、彼は、案外、手近に、一つの案を発見したのだった。どうだったべ、ね、貸してくれたかい。半んは、下宿の二階に待っていてくれた友人、川原豪太郎の顔を見るが早いか、こう声をかけたのだった。その友人は、かけるかける生命へ出ている男だった。うん、貸してくれたがね。友人は 煙草の煙を忙しそうにきつった君の言うほどはダメだったよ。じゃ、いくら貸したい。200円か。うんやその半分。100円だ。チェック、100円ポッチか。それじゃ治療代にも足りやしない。反転は、河原のかけるかける生命、1万円の保険をかけているのだった。この際、払い込み金の一部を定理で貸してもらおうと思って、河原に交渉を頼んだのだったが、それが、 最高100円では、すっかり予想を裏切ってしまった。どうも気の毒だがね、どうにもしようがないよ。これが、君の冴君の保険だったら、ここんとこで、君は、1万円の紙閉塞を掴んでいるはずだった。そういえば、なるほど。どうして、俺はこう不運なんだろう。不運といえば、思い出したがね。友人の河原は、改まった口調で語り出した。新竜子という感想家の話を聞いたんだが。 君幸運のの黒子というのがあるんだ顔にできている黒子といえば、普通、鼻筋を中心として左側にあるに決まっていて、右側にあるのは非常にまれなんだそうだ。そう言われて気をつけて、人の顔を見ているとなるほど、顔の黒子は皆左側にあるね。ところで、右側に黒子のある人間が全然いないかというと、そうでもないのだ。極めてまれだが、あるにはある。そして 右側に黒子のある人は大変幸運なんだそうだよ。君も、いつまでもやもめでいずに、今度は、幸運の黒子のある若い女でも探し当てて再婚してはどうかね。大変耳寄りな話だった。自分の顔に、幸運の黒子を植え付けるわけにはいかないが、鮮やかな幸運の黒子を持つ若い女を女房に持てば、相当運が向いてくるだろう。そりゃ本当かい。はんぺんは問い返さずにはいられなかった。新流子の言うことだもの。 絶対に信用がおけるさ。友人は反転の会議をあざけるように言った。それでも、5分間ほど、このまま安静にしていてください。院長は、注射器とアンプルの殻とを看護婦に手渡しながら言った。最初のうちは、どうしても注射の反応は強いですよ。まだ2回目だからな。では、お静かに。そう言って、院長は部屋を出て行った。後には看護婦が残って。 手術機械をカチャカチャと片付けているばかりだった。あ、そんなに。頓強な声を上げて、看護婦が飛んできた。お動きになってはいけません。痛みますか。もし、目を閉じていたはんぺんの顔のあたりに、若い女の体臭がブンブンに酔ってきた。彼は興奮で締め付けられるようだった。ずるく目を閉じたまま、嗅覚で、若い看護婦の全身をなめ回しているはんぺんであった。声を出しちゃ、いけませんよ。 看護婦の熱い呼吸がいきなり反転の耳元でしたかと思うと彼の一方の手首はぎゅっと握られてしまった。これを後でお読みになってください。簡単不疑問符1-8-78はんぺんは事の意外に驚いて看護婦の顔を見上げた。おお、彼はもう少しで大声を出すところだった。逃げるように急ぎ足で部屋を出ていくその看護婦の肉付きのいい顎の右側に。 黒大豆をそっと貼り付けたような黒子が明らかに認められた。おお、幸運の黒子。往来へ出ると、半んは、若い看護婦から、手のひらのうちに握らされたいくつにも折りたたまれてある地辺を開いてみた。そこには鉛筆の走り書きで、こんな文面が認められてあった。失礼ごめん遊ばせ。病院で1回3円かかる注射を、あたしの下宿へ、午前8時20分までにおいで下せれば半額でいたします。 かけるかける町つぼみアパート7号室。唐崎緑。みどり。はんぺんの顔がだらしなく溶けた。後人の巷にさらすのが苦しいニコニコ顔だった。幸運の黒子を持った女を一目見ただけで、こうも運が良くなるものか。駐車料は半額で済むことにはなるし、幸運に恵まれた若い女は探し当てるし、それに、あの唐崎さんという看護婦の素晴らしい生還はどうだ。彼はすぐにも飛んで帰って、 崎さ,さんと握手をしたくてたまらなかった筋書き通りに唐崎さ,さんといつしか同棲するようになったはんぺんだった新婚旅行も唐崎さ,さんではない新妻緑の稼ぎ貯めた財布のおかげで南伊豆まで遠出をし温泉気分と夫婦生活とを満喫することができただが東京に帰ってくると半ペンはんぺんは重病になってどっと床についてしまった高熱がいつまでも下がらなかった食物もろく,ろく口へ入らなくなってとうとう 新婚後30日と経たないのに、7ななな、何が幸運の黒子だ。とうなりながら、はんぺんは奇跡に入ってしまったのだった。哀れなはんだった。話はこれでおしまいである。打足を加えるならば、はんぺんの考えは間違っていた。幸運の黒子は、やっぱり幸運の黒子だった。なぜなら、はんぺんの死とともに、1ヶ月で未亡人になった緑は、かけるかける生命から、現金で、 1> 金1万円やを受け取ったそれが、暴富のかけていた生命保険だったことは、読者諸君のよく承知のところである。幸運の黒子は緑にあったので、半んにあるのではなかった。半んの認識不足が、この物語を生んだのだった。